はい、よいしょー。今日も始まりました。今日はね、ミルクとドロップの今後よみかげ、よしよみかげ、マオ。はい、じゃあ行きますよ。タイトルコール、マオがクレイジーな、マオがせーの、クレイジーな、よっかしい。みんな楽しみにしてた女の子で申し訳ないです。ていうかトランプマンライン ID って、うん、トランプマン、トランプマンね。あ、でもトランプマン僕です。あの、今日はあのいつきに代わってね、やっぱドロップが誇る、ミルクが誇るね、両店のね、イケメン呼んだんで、あの渡る統括です。たびたび出ますね。たびたびミルクにだけ出てます。やめろ。キモーい。これコメント上がんないね、全く。まあまあ、早くない？そう、早く沸かすからね。本当に、うん、だって本当だったらもう2、3件は来てるはずじゃない？ 2、3件？うん、2、3件。パチパチパチ。今日はフリートークであるでしょ。そうそう、フリートークですね。フリートーク、もうポンポン拾っていけばいいんでしょ、みんなが、ね、すげえずれた。すげーずれたけど。あ、上がってんだ。上がってます、上がってますよ。真央君、今日もかっこいいと。気持ち悪い、気持ち悪い。本当に知ってる、知ってる。マオは今日も気持ち悪い。ていうか、背景変わったっすね、これね。あ、おぉ、あ、ちょ、この前ライオンだったよね。タオさん、今日ライオンにしてくださいよ、早く。ライオンって何？ライオン、え、なんすか、今日のこのありきたりな背景。ない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 。ライオンって何？ライオンだった、この前、俺。え、背景ライオンって何？え、なんでもできんだよ、これ。ちょっと、いやいや、欲しがってるから。お前、本当に酔ったら構ってちゃうんだな。俺かまってちゃんだよ。ミルクか。ミルクどうでした、今日一日振り返って。一日、いや、もう平凡な一日でしたよ。あ、本当ですか。しょうもねえ。通りな、ありがたい。しょうもねえ。昨日も今日も一緒か。毎日一緒の一日送って何が楽しいの。お前ら言ったれ言ったれ。毎日毎日の積み重ねや。でもこれさ、声割れて何も聞こえてないかもしれないけど、渡るさんドン引きだからね。ほら、髪切ったって。あの、すごい切りました。なんだなんだこれ。なんで社長来たん。社長、いいよ。待って待って、みんな、あのね、渡るさんの代わりだと思ったらね、いつきの代わりはね、うちのレジェンドでしたわ。違う、だって渡るさんと社長が一緒になるといいことないもん。いやいや、もうあの幼少期のよくないよくない。今日はね、クレイジーグループの社長しずく来ました、ゲストで。失礼ですか、みかげさん、右肩に生き量が見えます。右肩が、お前が見えてるのは右肩だけかな。俺は左肩にも生き量をつけてるぜ。王じゃねえよ、王じゃねえ。お酒、お酒、お酒飲みますか。お酒、お酒。いや、30分しかない、僕たちね、あのね、やっぱ社長がね、尺伸ばしてくれないから、そうですね、やっぱり30分しか、提供できないんですけどね。社長来てくれたんでね、みんな見てください。拝んで、拝む。よいしょ。社長です。うちのレジェンド。細いね。細い。今日なんか全然フリートークなんですけど大丈夫ですか。大丈夫。とりあえず飲みましょう。違う。いや、スタバのそのあれはやめよう。社長も来い。今日は仕切ってよ。社長も来い。いやいやいや、うん、仕切るとかじゃない。仕切って仕切って。じゃあいつ切ると思ったの。あ、みんなあれだよね、はい、何のトークしてほしいか言って。うん、書いてくれたら全部そのトークしてくれんのね。いや、なんかさ、ちょっと本当に腹が立つのもさ、見かけの隣にいるとよりかっこよく見えるっていうのはさ、その俺なのか、俺を出しに使って魔王なのか、社長なのかっていうところがあるじゃん。社長に決まってんだろ、今社長の話題なの。やってんの。やばいやばい、放送事故、放送事故。放送事故。あれ、見かけの生き量が社長に移ろうとしてる。
今日これ5人集まったけど話しましょうか、うん、話しましょう、話しましょう、まあ、とりあえずね、先週から2部がオープンしたってことで、そうですね、まあ一部の人間もね出勤してくれてるんですけど、してないです、してないです、そうまだオープン出ました、ちょっと前歯の方がうるさいんでちょっと気づいてください、ほんとそんな盛り上がんなかったっすね、なんか俺の前歯いじった割には渡るさえも盛り上がんなかったんですよ、もうシオンのせい、むっちゃウケる、俺のせいっすね、むっちゃウケるわ渡るさ、俺え、これ俺の前歯、これでいつも時間なくなっちゃうんですよ、わかります、ドロップ会、ドロップの回ですか、ドロップ会の時はこれでいつもみんなに伝えたいことがいるのも早くちっちゃいな、また笑ってんのでも、ミルクの回の時こんな感じで、うん、あの尺が長くなるだから1時間にしたいけど見返りが悪い、あ、なるほどね、まとまるもん、はい、声割れてるないないなってるだってあれ俺ほらさんまさんの若い時にそっくりって、あの頃の破天荒なさんまさんの時にそっくりやって、ほら待って、ドロップ会にしようとしないでくんだ、あれ今日社長も来てくれて統括もいてシオンもいるんだからみんなでその渡るさんが話題を振ってくれるっていう、俺らじゃなんかもう違う、一番がいいもん、ずーっと一番チヤホヤされたいのに、なんか一番ね、渡るさん来たりなんか社長もっすか、飲みましょう、飲みましょう、乾杯しましょう、乾杯しましょう、あ、俺はコーヒーだよ、大丈夫っす、うん、僕これジュースみたいな、せっかくなんか社長と統括いるから、うん、そこの誰がとんかつや、いじりやすい方だけ選んでるよ社長はそういうんじゃないの、あ、背景変わる、背景なくなっちゃったじゃん、お前のせいで、今日チーターにしてもらっていいですか、え、背景何の画像でもいけるんですか、え、ミルクさん知らなかったんだ、え、知らないです、あ、ミルクさんは知らなかったんだ、ドロップさんは先週から背景はライオンって決まってたんだけど、決まってたんですか、まだごめんね、決まってたごめんねいやなんかどうしよう、本当にフリーなんですよ今日集まった、集まってこの社長も統括も、うん、まあ本当はいなかったんで、もう本当にそうですね、うん、司会進行いつも任しちゃって見てきてる俺らがいるんで、あの統括に全部任せたいなっていう、僕はえあ、そういう感じでいくの、はい、統括お願いします、今日は何でもいいわけでしょ、はい、何でもいい、グループの時はいつもフリートークなわけでしょ、はい、じゃあ何でもどっかじゃ抜粋して、それを話せばいいの、話しましょう、あ、抜粋しても、バババババ抜粋、オッケーさすがやっぱり、ほんとね俺も拾えねって今耳キーンってなってるもんね、なんかみんなが見かけのことをいじる気持ちが分かってきたうるさいもんね、現場に行っても声が割れてるからやっぱりでも一緒に働いたことないから分かんないけど、こんな感じなんですか、ずっと伊つくさんじゃない、渡るさんって言って、渡るさんずっと褒めてくれるんですよ、うるせえ、まあ、ねえだよ、お前今日売れてねえだろ、売れてねえだろじゃあ、これどうします、社長手振ってって、社長手振ってって俺言ってますよね、こうやってね、自分の売り出し方分かってるから、うちの社長は社長の手を煩わせなくても、僕が代わりにやるんで何スネ夫って何なの、それ僕ですよ、あ、え、どっち、え、僕ですよ、え、俺だろ、まあ、まあのことなの、本物のスネを決めようぜ、じゃあスネをみたいに言われてるまあ本物のスネを決めようぜ、みんな見かけのこと嫌いなのって、見かけ一番気にしてることを言われてるよまあまあそういうことでだよねそんなことないよね、いや上は好きだよ、下は嫌いかもしれないけど上は好きだよ、ちゃんと俺マオのこと嫌いですまあでもあの幹部のやつでも2人ぐらいお前のこと嫌いなやついるっていうか俺あんま言うかよ、見かけ愛されてるから、見かけ愛されてるから、てかこれライオンにもなんないですね、ライオン、あ、すいません、うん、あ、みんなその、じゃあいろんな人いるから今日聞きたいことをさ、みんなリスナーの方が書いてくれたらいいんじゃないの、聞きたい人に、うん、そのもう質問してる人のね送ってくれた方がいいね、社長に聞きたいことがあるんだったら社長に何かっていうのを送ってくれた方がそのまま答えるわ、うん、社長が社長とマオにはキスしてだって、はい、してしてって分かるんですか、まずあのじゃあシオンと統括注意してもらって、
ね、え、したらします？ディープで、じゃあうちのバカ社長は基本的に人いじるのが下手だから、アイドル営業やったから人いじるのが下手なんだね。バカ社長やっと話さし、やっと話したらそういうね、なんかいじりやすいやつにいじるだけだから。え、多分わかんないですけど、いやわかんないですよ。社長の、いやみんな知らないけど社長こっちっていう感じもあるからね、社長はね。いや渡さん、やっぱりね。昔ちょっと本当の本当の渡さん、昔引きこもりだったんで、あの人とのコミュニケーション苦手なんで。小声で喋んないで。大きい声で喋っても聞こえてないから。みんなに聞こえてないの？みんなに聞こえてないです。あ、だから社長の LINE ID とか載せたらもうすごいことなんじゃない？いや、まずあのガラケーだから。まずガラケーだ。ガラケーだった。一番気にしてるから。出てるじゃないですか、そこに。そこに出てるじゃないですか。ね、背景がチーターになりましたね。チーターになりましたね。ていうか、こういうことなんですね。背景がチーターって。ね、あ、ミカゲとマオのチューはあったよ。待って、俺の LINE ね、マオ、マオニャン、マオ、マオだよ。あ、これが間違ってるってことか。そう、マオニャン、マオ、マオじゃなくて、マオ、マオニャン、マオ、マオ。まあ、な違いがわかんないけど。あの、マオが4つあるんですよ、俺は。ニャンマオ、マオ、4つ。ナン、ナオニャン、うん。何あの、どんどん答えてこう。うん、だから、もうお店側からの質問だ。だから、1時間にしてってめっちゃ書いてよ、この尺を。1時間に社長がしてくれるかもしれないから。1時間もいらないって。だから、それ、終わっちまうじゃん、したら。本当に。いらないね。本当にいらないってマオ！え、てかなんでトランプマンなんですか？知らないよ、俺は決めたんじゃないよ。なんでこれトランプマン引きずってんだって。あの、前回のドロップ会でトランプマン、どの目線でさ、そのトランプマン引きずってんなとかさ、そのどの目線で言ってんのかを聞きたいよね、本当にさ。怒った本当に腹が立つわ、本当に。まあ、1時間にして2時間にしてほしいとか。2時間にしたらみんなか、お前らは。来た。社長もどっか行くって、ほら。どっか行く。まだ。え、早川さん、みんなに、みんなまた見てくださいとかないですか？って言ってましたわ。あ、はい、ピース。うまいねー。うまいねー。ありがとうございます。やっぱあのうちの社長忙しいんでね。そうですね。ちょっと短かったですけどね。短かったですね。うん、短かったけど喋ってないですからね。喋ってない。でも存在感は一番あったんじゃないかな。あれ、うん、そういうことも覚えた。覚えますよ。そういうこと覚えたね、うん、やっぱり上を尊敬する。もうかれこれ7分ぐらい無駄な話をしてきたけども、で、ね、CM ですって。 CM 絶妙タイミングですね、うん、これはね。始めましょうか。どこの店かもわからない CM をね。CM 始めましょう。じゃあ兄さんは本当にいつもかっこいいな。当たり前でしょ。私はここに通ってるのはメイがいつもかっこいいのは俺じゃない、俺のおひめさん。やめられない、止まらない。 BS グループ。ずっと一緒にいるさ。コンゲート回線マジなんだよ。お前の太陽に俺はなりたい。ダメかな。誰の女にもなるな。俺の女になる。プロポーズされたいなら。ソウル。ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分は内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。はいはい、始まりました。始まりました。始まりました。いやー、なんかこのおっさんマジで厄介だわ。今 CM 中ね。あーちょっと。え、なんいやね、CM 開けてすいません。今日のまあ、ミルクとドロップ会、あのこの前までは結構うまくいってたんですけど、まあ、ちょっと今日はね、酔ってる人が多いってことでね。ハート、はい、みんなにプレゼント、お金使って、よいしょ、ありがとう、うん、でね、やっぱりね、何なんだろう、まあ、酔ってる人がいるっていうのは、まあ、営業後なんで仕方ないんですよ。そうですね、うん、みんなご理解いただいてね。でやっぱりね、このリスナーの方たちにやっぱクレイジーグループなんで
その質問をね、どう返せるかって僕たちのね返すか、まあ渡るさん、今聞きました、リスナーですって。リスナーさんでしょ。リスナー、芸能人、芸能人ぶってるってこと。ちょっと待って、はい、はい、渡るさん、はい、それでは聞いていただきましょう。そうそうそう、小田和正でリスナーそんな歌ない、そんな歌ない。いや、ホストあるあるだよね。ちょっと売れたらさ、なんかもう世間でもう全部伝わってるようなね、アイドルみたいな感じをするってね。いや、あ、こうやってこういう人たちってお客様のことを…マイナビドーン、イエーイでも、いいんだけども、俺2部も出るから。あ、2部出るの。2部出るからちょっとね、ヘアスタイルはちょっとね。じゃあ、そうそうそう、あれ、告知した方がいいですか。まあ、さっきも話したけどね、2部がオープンして、まああのドロップとミルクからもお手伝いの人間がね毎日出てるんでね俺ドロップの魔王だけど誰いろいろ、ね、お前は誰だそういうねコメントすらもつまんないやついるから、ね、そう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 、あ、そういうのいいっすね。そういうのコメントに対して俺ら言い返したり。そうなのよ、マオにはピースしてって。ほらしたるよお前、もう3万だこれ使いこいよ2部ありますからね、すぐ、うん、そうそうそう、ヒカル出てる。ヒカルはね出てないね。まあ基本的にあの手伝いだから毎日出てる人間っていうのはいないんだけど、社長はね毎日出てるよ。そうですね、うん、タイガー、あ、タイガー、あ、タイガーおい、あの子だ、俺わかる、僕のお客さんっすわ。面白い。頭触んなよ。イエーイ、タイガー。なんか俺悪いことしたから。シオン君こっち行って。シオン君これやろうぜ。タイガーイ、タイガーイ。はい、これ何、ね？合同の時はいつも何やってんの？ニコ生で。普通に話してるだけ。普通に話してましたね。普通に話してるんですけど、今日見かけが荒れてるってだけですね。なんか会話が、あ、いつも見かけが先行してんだもんね。ちゃんとしてます。そうだね、司会してるから。してくれてるんですよ、ちゃんと。うん、そう、でもね、見かけはね、この間営業中行ったんだけど、俺がそろそろ司会なのも、そろそろ違うんじゃないかって。もう限界だ。限界って言ってました。っていうのあの営業中行ったの。まあね、あのニコ生をね、ニコ生を。出てるおかげでね、初回とか来てくれんだけど、三宅さんしてるって言ってくれてんだけど、もう限界だって、もうネタがないって言ってんのよ。まあ、まあ、みんなからネタ提供したいとしたら、三宅に。で、みんながいじるからさ。三宅に提供すんじゃなくて、この二人に提供しないと、結局俺がバーって喋って、ほらほら、ニコの様営業禁止になるから。じゃあ誰が禁止やねん、お前さん。言っとくけど、俺らは喋ることたくさんあって、まとめようとしても、三宅のでかい声でかき消されるってだけだからね。まあまあこうやって使われるよね。限界突破しない。そうなの。あっちの顔がやばいことになってます、ね。まあちょっとナイキンサイド。ナイキンサイド、ね。ナイキンサイドの顔が。うん、クソナイキンがね。クソナイキン。二人見てるんだけどね。もうね、向こうは笑ってるんですけどね。そうそうそう。こっちもアジだから。出てる方の気持ちになってね。公共でもう。そうそうそう。恥さらいね。恥さらしちゃう。恥さらされても。いろんな。そうなんだよ。この役になるんだよね。ミルクの回。あ、でも統括の日も作っても面白いかもしれないですね。あね、でもね、俺ね、はい、本当にやりたいのがあって、はい、内勤あるあるね、はい、いたらさ、こういう番組っていうのはもちろんプレイヤーが出るわけじゃん、はい、でも内勤目線の本当の本音ね、すごいどす黒いことになると思うんだよね全部知ってるから。手挙げてる、手挙げてる、見かけがホストのいいところ、女の子の悪いところも知ってるよ。チーター、違う違う違う、チーター、チーターにね、慣れてたんね、今ね、どうなっちゃう。内勤さんね、でも内勤さんが出てもね、いやいや俺やだ、いやだ、開けましょうこれ、いやもう、いや飲まなきゃ。はい、じゃあそろそろね、残り10分だなってところで、そろそろちゃんとやりましょうか。ちゃんとやりましょう、ニコ生ちゃんとやりましょうか、クレイジーなよるかし。なんと、じゃあなんとね、残り10分になってコメントの数が400件。バカにしてんじゃねえよお前ら、ついてこいよ。どうせはね、ほら、なんだこれ、打ち切るぞ。職業病ないのって聞いて。職業病。これが職業病だよこれ。これが職業病。家で本気出しちゃうとこうなるんだよ。さっきまで家の姿だからね。だからもう必要な時だけ喋る。だから言ったら営業中で言ったらラストオーダーだけ喋るみたいな。これは職業病だから。なんや、俺これに出るたんびにどん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 お客さんにごめんねって言わなきゃ本当にごめんねって。ほら、見かけのせいだろって書かれてるよ。いやもう全部俺のせいです本当に。
だから見陰がここは仕切んなきゃ見陰の場なんだからさお前の対岸しろよ。俺ついてっから、俺らついてっから。いや俺もついてきますよ。俺らついてっから。いや本当にね、今日みんながね待ってたね、ミルクの五木さんはね今日メンズナックルの撮影でいないから、この時間にやんない、この時間にやんない。いや僕ね意外とあの系列のねミルクさんのブログも結構チェックさせてもらってるんだけど、そうそうそう、この間ねあの山中湖で、うん、よくねあの営業も出ないでねメンズナックルの撮影に行けるんでね、そろそろホストやれや五木っていうことでね、っていうのをヘアメイクの時にシオンが言ってました。おい、うちの代表そろそろホストやれよ、お前モデルじゃねえだろって言ってました。、うん、これはもうここだけなんで。いや、ミカギ君、これはもうこれ、ミカギ君、じゃあその撮影俺も参加してる。あ、してたね、あのつまらなそうなあの海で撮ったやつでしょ。水そうなやつでしょ。わかるわかる。出てねえから言いたい方がいい。あれね、楽しかったっすよ。あれいいじゃんいいじゃんいいじゃん。どうせ女もいたんでしょ、かけて。いない。いないわ。そういう感じでいいわ。いない。そういう感じ。あ、そういう感じ。ミツルさんと3人で行っても眠い目こすって、ね、やっぱり、ね、眠い目と何をこすったんかな。え、あんまりうまくなかったね。あんまりうまくなかった。やばい、ウケる。どうですか。こういう感じですけど、いい感じで。でも 業務的には見かけブログ書けとか書かれてるからね。いや俺がブログ書いてますよ毎日。そうだ。一応ホソホスの方には載せてるのがアメブロの方なんですけど、個人的にいつも書いてるのがノートなんで。それで日記ブログじゃない。ノートに毎日書いてて、それを見せるとね、女の子がいろいろ困っちゃうから。で待って、マオは書いてるよ。でもマオ書いてるよ。あとサバゲー流行ってるのね、めっちゃ。この間あれだよね、マオのタイムラインですごい病んでるようなこと書いてある。まあこの間びっくりしたな。俺タイムラインメールめっちゃ来ちゃうから、ね、見ることないんだけど、なんかやたらなんか。本当に承認しないっす。歌詞を書いてる見つけみたいなこと書いてあったの。これはそろそろ俺もそろそろ俺も頑張ってるって言っていいよね。点点点。辛いってしんどいでしょ。いや言わなくていいし。あれなんだ。まずニコ生見てるのでびっくりしたんですけど。ニコ生見たよってローマ字で来て、はいって来たの。外人も見てるんですよこれ。すごいっすね、ニコ生って。多分ありがたい話ね。そうだから、はいって来たんですよ。全く盛り上がらないね。え、LINE から来たんですか。LINE から来た。でもうちのお店もね、結構インターナショナルでね、結構外国の人も来るよね。ね、エースだった時期ありましたよね。誰かね、来れますか。外人も使えんだから、どんどん来るよ、いろんな国の子。そうそう、ネイマールの娘とかも。はい、多分ね、今、自覚があります。いや、自覚がある、自覚がある。本当にね、インターナショナルな、年齢層も広く、国籍も問わず、お客さんを募集してるのは、僕です。この韓国人って子は多分俺のお客さんなんですよ。韓国の子、お客さん多いんで、見てるよって言われたんです。え、あの時の話していい。あの時の話はやめましょう。あの時じゃないんだな。こんな感じなの普段みんなで。そうっす、こんなグダグダっすよ。あと何分ある？三垣さん英語話せるとかって書いてある。あ、多少ね。うん。でもね、三垣はね、ホストやる前前職がお医者さんだったから、多分勉強で英語とか習ってんの。へえ。理学療法士でしょ。そうそうそう。お医者さんの資格。病院で働いてたから。いや僕ホストやる前刑務所入ってたんで。嘘つけやね、中二病だし。放送できないじゃん。こんなだね、春波の偏差値だね。生きちゃうパターンだね。いや僕は本当に本当にすごいすごい評判すごいって。うん、すごい見直した。あ、そう、いろいろブレるから。じゃあいろいろキャラがブレるから。僕ホストやる前までは馬乗り車、あれやってました。本当に窃盗団。窃盗団で米を盗んでた。お百姓さんたちが、お百姓さんが1年間大切に育てたお米をいとも簡単に盗み取るっていうのをね、なりわいの立てた、やった、立てた、うん、立てたんですよ。ちゃんとやれや、もう。ほんとギブアップだよ、もう。でもさ、この間シオンがもうずっとブレずに動きもしないから、もう動画なのかって疑われる。俺気になるんだけど、チュヨンって毎回喋んなよ。
シオンおとなしくない毎回。いや、ドロミルクの声ではあんま喋んなくない？ミルクでも喋んないですか？ミルクでも喋んないね。ミルクなんかいじられるんですよ。だからこの前脱がされたじゃないですか、俺。え、この振りをいじると思ってた。いやいや、違うし、違うし。いや、そうそうそう、ちょっとこれ膝出しちゃって。ももさん、ももさん、ももさん、なおさん、あ、俺髪切った、髪切った。シオンが、シオンがミルク、そうそうそう、パンイチになったから。じゃあシオンがミルクでハブられてんのはこれで、あの、ドロップ来いって言ってんじゃないっすよ。発揮みたいな、発揮みたいな。でもね、ドロップね、意外にね、あれ、乗せらんないやつ、あんま乗せらんないやつ。え、でもクレイジーグループ、そう考えたら意外にまともなやつが今こうやってフリをしてるってだけだから、勘違いしないでね。みんなもっとまともな人もいるんですよ。まともなのにバカなフリをしてる、バカなフリをするのはすごいでしょ。君たち尊敬しなさい。上から言っていい？残り5分なんで追い込みましょうか。もう残り2分半ですね。なんだろうな、回を追うごとにあのコメントの勢いもなくなり、そうだね、うん、来場者数もなくなり、うん、このままでは700いってるじゃん、これはすごい。あのね、うちね、1000超えないと評価されないから。コメントは1000なんだ。あ、コメントが700ってことね。コメントが700。あ、そうなんだ。あ、すごいコメント上がること言おうか。だけどホストの腕すげえ下がるけど、どっちがいい？待て待て、パチ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 、案外乗らなかった。パチパチパチやろ、超短いし、なかった。私は毎回ここら辺でぶっ込んでください。そうなんだ。あと1分40秒。いいよ、みんな LINE 送れないから。太田さんもだから従業員の暴露を一つずつ出していってください。だったら真っ先にお前行くよ。じゃあ俺はダメですよ。あの2年前の年末事件言うよ。ああ、ダメ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 でしょ。だって生放送で語られてない。ダメダメ、そしたらいろんなことになっちゃう。いろんなことになっちゃう。いろんなことになっちゃう。いろんなことになるわ。痛い。いや、もうなっちゃってるじゃん。そうそうそう、ね、お店に来たら分かるよ、何でも言っちゃうから俺。そうそうそう、昔のお客さんは分かるよ。でも渡辺さんはミルクにしかいないんでね。あと1分、1分で何を語れるか楽しみですよ。もうシオン君がどこまで語れるのかね。僕はえ、トランプマンの LINE は送れますよ。てか俺の LINE は見かけのことなんだけど。あのトランプマンっていうのは僕なんで、見かけです。あ、見かけって書いてあるじゃん。ちょっと顔出して、はい、送ってあげて、見かけの。マオと見かけって多分、あの、勘違いしないで一番仲いいからね、本当に。じゃあ、せっちゃん。マオと見かけ。せっさん、耳になんかついてる。耳、耳。Bluetooth。Bluetooth。LINE 出てこないって。嘘でしょ？でもなんか違う。あと30秒切りましたね。30秒切った。あ、せっさんの誕生日おめでとう。あ、ありがとうございます。あ、せっさんの誕生日おめでとう。そう、今回誕生日でした。俺が締めるみたいな。ここ最後コメントあげてよ。まあまた来週ね、ドロップなんで。いや、実は魔王の本当のことはでした。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。